インティは日本の競争馬である。主な価値クは2019年のフェブラリーステークス、東海ステークス。生産者は北海道浦河町信部の山下康重牧場は1940年創業で放牧地8ヘクタール、繁殖品馬5等の家族経営である。京重はその2代目としてサラブレット生産を40年ほど前から手掛けており、 地方競馬では1999年坂江城、小2015年ダイヤモンドカップのダービー優勝馬を二頭出しているが、中央競馬の重賞優勝馬が出たのは牧場として40数年ぶりとなった。母馬のキティも山下康重の生産馬で、元目白牧場上長の武田茂雄の所有馬として JRA で走った。キティは骨折をして初出走は遅くなったが、 デビュー戦を勝った後は4戦して2勝2着2回と、一気に、準オープン級まで進み、能力の高さを見せた。キティは準オープン戦の北山ステークスで2着、1000万特別のオーロラ特別と、初赤根賞を勝つなど4勝を挙げ、2012年に、現役を退いた。キティのダート戦の適性を生かすため、初年度の配合相手には、ケームホームが選ばれた。こうして、 キキの発語として2014年4月8日に生まれたインティは小柄だったという。母と同じく武田茂雄の所有馬となり中期育成を終えると武田茂雄が1997年に浦河町に開設した育成牧場である武田ステーブルに移った。馬主であり育成も手がけた武田茂雄は発語ということを考えれば悪い馬ではなかったというが、 過骨の進行が遅く、G1 を勝つほどの期待はしていなかったという。小さい馬ではあったが、食欲が盛んで元気はあったといい、やがて馬体は大きく成長した。しかし過骨の遅れから馬体を持て余しているようで、走ることは好きではあったが、しっかりとしたフォームで走れるようになるには、長時間を要したという。インティは、母キキと同じく、立党トレーニングセンターの野中健次長教師に、 預けられることになった。育成牧場から JRA へ入級することになった頃、インティの判定が病死する不幸があったという。武田と野中は体質が弱く成長の遅くい、インティを時間をかけて育てる方針を取った。血統背景からもダートに向く馬だと考えられており、ダート馬にとっては3歳の夏まで適性を活かせる競争がほとんどないことも、 デビューまでゆっくり待つという選択を後押しした。体質の弱さからデビューは3歳4月まで遅れ、初戦は9着と大敗する。しかし、2戦目で一変し、2着に七場審査をつける圧勝で初勝利を挙げた。続く500万下も解消するが、急節の晴れにより11ヶ月の長期休養に入る。復帰初戦の500万下では、 前走で起乗した松若風馬に戦役があったため、竹豊に乗り換わり、最後まで手前を変えずに勝利。続く千万下も十馬審査で勝利。さらに、単勝1.1倍の圧倒的一番人気となった、関月京ステークスではコーナーで不正駆け足になりながらも五馬審査で楽勝。高度計での圧勝劇が続いたことから、ダート界の超新星と目されるようになった。 初の重賞挑戦となった東海ステークスでは陣営が左回りへの不安を明かしていたが、それでも単勝1.5倍の圧倒的一番人気に支持された。レースでは4番ゲートから楽に先手を奪うと、最後まで余裕のある手応えで2着中はウィザードに2場審査をつけて鑑賞し、初の重賞タイトルを手にするとともに、 安城の竹豊は33年連続の JRA 重賞勝利を達成した。フェブラリーステークスでも2016年から2018年の同競争優勝は3頭を含む GI は4頭を抑えて一番人気で出走。芝スタートも苦にせず軽快に逃げ、直線に入っても脚色は衰えず。 ゴール前で猛追してきた2017年の優勝はゴールドドリームを首差しりぞけて優勝。初勝利からの7連勝で GI 初制覇を飾った。前年に2014年以来の中央 GI 未勝利に終わった竹豊は2017年の有馬記念を北サンブラックで制して以来1年2ヶ月ぶりの GI 制覇となり、管理調教師の野中氏にとっては2008年の 開業以来初の GI 制覇となった。自走は、初の地方レースとなるかしは記念に参戦し、前走から引き続いての対決となったゴールドドリームと共に、単勝オッズ一番台の支持を受け、最終的に一番人気で出走。しかしレースではスタートで出遅れで3番手からの競馬となり、さらに向こう正面で後方から上がってきたオールブラッシュに競りかけられる展開も響き、 三コーナーで先頭に立ったものの最後はゴールドドリームに差し切られて二着。連勝は7でストップした。自走の帝王賞では有力馬と見られていたゴールドドリームとルバンスレーブがそれぞれ急節炎と脚部不安で出走を回避したため単勝オッズ2.0倍の一番人気で出走。レースでは二番手に位置を取ったがかかる様子を見せて折り合いを書き。 直線で一旦は先頭に立つも失速して6着に敗退。安城の竹豊は自分のリズムでいけると強いのですが、気象的な弱点が出てしまった形ですとコメントした。その後は放牧を挟み、秋初戦として宮古ステークスに出走。部が同日にアメリカのブリーダーズカップで帰場するため、川田省宮城に乗り換わっての出走となったが、 16頭中16番枠の大外枠、メンバー中最も重い負担重量 59kg も響き、さらにレースではまたもかかる様子を見せ、最終コーナーでは体をぶつけられて安状が手綱を、引くとそのまま交代し、最後は追われることなく、乾燥馬中再開の15着に大敗した。自走のチャンピオンズカップでは再び部を安城に迎え、ゴールドドリームと、 クリソベリルに次ぐ3番人気で出走。レースでは、コースターとから先手を奪い折り合いをつけながら、競馬を進め、最後の直線でも、後続を突き放す構えを見せたが、ゴール前で、クリソベリルとゴールドドリームに差し切られて3着。優勝したクリソベリルの勝ちタイムは、従来の記録を1秒6更新する、レースレコードとなり、安状の部は、後ろの馬が強かった。 レベルの高い一戦だったと、コメント、野中町教師も、普通だったら勝てるくらいですが、かなりレベルが高いですと述べた。前年同様、東海ステークスから、フェブラリーステークスを目指した。東海ステークスでは、戦前から短期逃げを宣言したが、タバより重い金量も影響し、番手からの競馬となって三着。フェブラリーステークスでも道中ワイドファラを、アルクトス。 ブルドッグボスに先行され、姉妹も伸び足はさえず14着に大敗。部は、全然この馬らしさがありませんでした。馬場に出て、返し馬はうなるほどの感じだったのですが、初めて全然走らない感じになりました。走りのバランスがよくありませんでした。何ともなければいいのですがと述べ、このまま春は全球した。秋は、マイルチャンピオンシップ南部杯から始動。 主戦の武豊が、新型コロナウイルス感染症の影響により、フランスから帰国後の隔離を受けた影響で起乗できず、戸崎慶太を安定に迎えた。レースでは花を切るも、直線で早々と手応えがなくなり、ダート1600メートルの日本レコードで優勝した、アルクトスの9着に敗れた。続いて、昨年3着のチャンピオンズカップに参戦。 連覇を狙うクリソベリルが人気を集める中、10番人気と低評価であったが、レースでは2番手追走から直線でも粘り込んで2年連続の3着と構想した。この走りについて起乗した竹豊は3から4コーナーでかかってしまいました。そこをゆったりいけていればと思いますが、復活の兆しは見せてくれたと思いますとコメントした。 7歳になったインティは1月24日の東海ステークスに出走、一番人気に支持された。スタートして間もなく先頭に立つが、タバとの競り合いになってしまい、前半1000メートルの通過タイムが59秒3というハイペースになった。その上勝負どころの3コーナーでも後続場からプレッシャーを受け、最後の直線では余力なく12着に大敗した。 続いて2年振りの制覇を狙い、3年連続の参戦となるフェブラリーステークスに出走。7番人気となった同馬はレースで、これまでの先行作から一転、安城の竹豊が、後方3、4番手に控える競馬を選択し、直線ではメンバー中上がり2位の末足で追い込むも、前をかわしきるには至らず、6着止まりだった。以下の内容は、 netkeiba.com の情報に基づくありがとうございます。